RKB KBC 和白ラジオ放送所は、福岡県福岡市東区に、RKB 毎日放送、九州朝日放送がそれぞれ個別に設けている、福岡県を放送エリアとする民放の AM ラジオ放送局の主管送信所の総称であり、正式名称ではない。それぞれの正式名称は、RKB 福岡ラジオ放送所、KBC ナタラジオ送信所となっている。 和白干潟にそびえる RKB のラジオ等を福岡市と周辺をカバーする AM 主管送信所。海に面しており、特に RKB ラジオは設置抵抗の低い海面上に送信所が置かれている。RKB 開局当初は、カ谷郡大川村に送信所を置いていたが、1972年に現住所に移転し、同時に出力を5 0ットに増力した。 なおビッコムより発売されている DVD ソフト西鉄プロファイルでは、海塚線高において RKB ラジオの主観送信書が沿線撮影画像の背景に映っている。原力放送時の空中線電力は RKB が 1kW、KBC が 100W となっている。AM ステレオ放送はかつて両局とも当局のみ、 KBC は1992年4月1日から2007年3月31日まで、RKB は1992年4月1日から2010年5月30日まで実施していた。ありがとうございます。